なんかね女性セブンに久しさまのことが書いてましたねはい久しさまはね夏真っ盛りの、まあ、この7月31日と8月1日に岐阜で開催される全国高等学校総合文化祭に出席されるわけですねまあ3年連続出席ということでそうですね牧島高裁の久しさまが出席で、まあ、この同世代の活躍を見てほしいっていう両親のお考えですけども高校、うんね、3年生にとって夏休みは受験の天皇山と形容されるぐらい 大事なな時期なわけです、ね、まあ頭いい大学に行こうと思ってる人は勉強漬けの日々でしょうねそうですねまあそこでまあその地方公務ということで良いなわけですねうん,ふん,ふんまあ去年とね一昨年参加したけど今年は受験勉強に専念するんで久々は不参加ですっていうパターンでよ。まあおかしくはないのにねまあ普通はね学位を優先って感じでねやりますけれどもそうですねまあそうですよね まあこの進路に大手をかけたっていう安心感がまあこの終わりなんでしょうってことで<う>まあこれがまだねこの玉川大学とか東京農業大学とかを目指してるんだったらまあ学力できるのはね分かるんですけどねまあレベルはそんな高くないしねそうですねただまあこの東京大学と噂されていて東京大学はね7月12日に今年度の学校型推薦型選抜のね学生募集要項を発表したわけですねはいはいあそしてねその内容を見てみたら一安心をしたのかってことで書いていてね、うん ま、この進学先方法として本命されてきた東京大学ですけども、トンボの研究はないわけですね。トンボ研究の設備が整ってないとそうですね。で、まあ、その今年に入って高所得大部がね。まあ、自然史に興味があるということで言い出したわけですね。うん、聞いてもなのに、急に新たな情報を出してきましたもんね。まあそうですね。だから、まあそのトンボに関心からまあ自然史に興味って感じでまあ、それにね。まあ、違和感ありました。けども、はい、まあこれがまあその東京大学を。 まあ意識してるからその形で発表したのかなことですね。ああ、まあともに興味があったら東大に行くの意味ないって周りにも言われてしまうから、まあ幅広げたんですかね。そうですね。まあ東大だったらね、まあ農学部なんで、まあそしてまあその推薦でね行くだろうと言われたわけですね。はいはい。まあ東大の推薦ではね、研究の成果あるいは論文ということでね、数々、うん、実績等の資料とか各種コンセスト参加者はまあその成績でなるわけですね。あ、まあ、まさに推薦条件満たしていると。 そうで,す、ね、でまあ外国語のね、まあ、能力に関する検定試験等の記録ですね。あ英検とかさら、ねうん、にまあそのねほかの特起すべき活動の記録とね、えー、あってまさに久智さんのためだけに作られた、まあ、推薦の募集要項だですね。<laughs> まあこの募集要項に関してはまあさすがに久智さんのために作ったってわけじゃなく毎年ずっとまあほぼ同じこんな感じなんでしょうけどね。 いや、明らかにさしたためでしょうね、これはね。あ,あ、そうなんですか。うん、まあ、これは、まあ、五種類の項目の中でね。まあ、一つ以上の項目を、まあ、この証明する実績とかね。ああ成果の記録とかを、土台に提出しなければいけないわけですね。あ、一つでいいんですね。まあ、そうですね。うん、まあ、一つあったからといって、当然、まあ、四つあった方がね。目立ちますからね。まあそれはね。百パーセント目指してる方が、当然、まあ、目立つしね。成績としては、評価されるんでしょうけども。うん、はい。久様に関してはね、この中でも四つの項目で、抜群の実績があるから。 慌てる必要はないですね。回ってる必要はなく、むしろ十分すぎるとそうですね。ま、田んぼ論文に関しては、昨年11月に10年の実績を書いていて、ま人、あ、下でね。論文を書いてるわけですね。うんまあ、論文は共同論文でもオッケーなんですね。まあ共同論文でも。まあオッケーって形で答えてみたいですね。うんで、まあこの活動実績ではね。まあ、国際昆虫会議の。 ああ、ポスターセッションに、久様の名があるわけですね。ああ、まあ、これがね、清志拓哉さんが発表者で、久さ様が前で喋ったりして、プレゼンしないのであれば。なんか名前だけ入ってて、実績に入るっていうのも、ちょっとどうなんやろうって感じには思うんですけどね。まあ、サブ実績ですね。あ<ー>まあ、まあメイン実績はトンボのね、赤坂コーチのアリダンショょけども、はいはい,はいはい。ねうん、まあ、二番目にあるんで、まあ、このサブ実績でしょうね。なるほどね。まあ、このまあ、ポスターセッションですけども、最初はね、まあ、皇居の動物とモニタリング調査と。 発表という感じで、ね、あったんですけども、<う>実際にはこのまま、トンボの実績みたいですね。あそうなんですね。そうですね。まあ、昨年は10月16日から11月5日まで、明治安田ビレッジのところでね、開催していた企画展で、皇居の生き物たちのね、環境変化とかで何が起こったのかっていう展示会があったわけですね。あそんなのがあったと。そうですね、まあ、この展示会でもね、久々さ名前があってね、まあ、今回の国際昆虫会議のメンバーと同じだったわけですね。このメンバーに入れてもらって、いろんなところで出してるんですね、そういうの。 そうですねまあ、これはまたの皇居の生き物たちなんでとも、まあ、に限定してないわけですね。うん、生き物に限定してるわけですねこのね皇居の調査に関してはそもそもね、まあ、当時の天皇であった上皇様の考えを受けて皇居の土物僧モニタリング調査が始まったわけですね。はい、まあ都心にありながら、まあ、この多数の種類が生息、まあ、生育する、まあ、皇居内の動植物層についてね、まあ、この科学的に調査研究をされる必要があって、うん、皇居内の生物についてのね、まあ、正確な記録を ま残してねうん、うん、さらにまあその記録をもとにその頃ねまあこの経年変化等を把握するのが望ましいということで1996年に当時のね天皇陛下がお考え示されて調査が始まったわけですね三十年近く前から調査しているんですねそうですね、うん、でまあこのね1996年から2000年までの調査結果を、まあ、第一期調査結果としてね、まあ、報告していて、はい、第二期調査結果に関しては2014年に取りまとめたわけですねなるほどねまあこれもね、まあ、2009年から2013年までの 調査結果をまとめたわけけですけども、うんまあ、ちなみにこのね皇居、まあの動物層だから全ての動物が対象で、まあ、すごい作業なんですけども、はい、まあこのね調査報告書に関しては12人が関わっていてその中にね専門家がたくさん関わってて清志拓哉さんもいそうですねいろんなね、まあ、研究してるんでしょうけどもその中にねとんに関してはまずこの清志拓也氏がやってるんでしょうねなるほどねさらにそもそもこの皇居の生物層の調査をねしているからたくさんの人が関わってるわけですねはい 物動物だけじゃなくて植物とかも含まれていてねお<ー>その中でこの動物だけに限定して動物をモニタリング調査もしたわけですね、はあ、植物は入れずにね、うん、そうですねで、まあ、このね皇居の動物層調査に関しても同時進行で行ってきましたけれども、うん、その中でね今回の国際昆虫会議に関しては皇居の動物層じゃなくて、まあ、トンボに、ね、限定した発表を行うわけですねまあ,あえてトンボに絞ってるとそうですね だまあその国際昆虫会議だからねどうしだったらこの皇居の動物層の発表を、ね、したらいいんですけどもとも<ー>に限定したねすごいまあ小まりとした発表なわけですね確かにね。まあ本来この皇居のね生物層を調査してるわけだから生物層でね、まあ、全体の植物を植物とか動物とかね発表してもいいんですけどいいんだけども、うん、まあそのね中でまあ限定した動物層でもいいんだけども。 さらまあこの国際会議ってね大舞台で大規模な公共の生物調査の,、まあ、この発表がねできるのに、うん、まあそうじゃなくて公共のね土武蔵っていう2番目に、ね、大きい調査でもなくてね、うん、ものすごいまあ限定したトンボだけの,、まあこの小規模な調査結果を発表するわけですねまあ薩摩がやったトンボの研究結果をまあ発表の中に多めに入れやすくするためみたいな感じなんですかねこれは。 なんかね、まあ意図的にこの久しさまの、まあ、研究発表というか、まあ、実績のためにね、うん、やってそうな感じがしますよね確かにねまあこの皇居のトンボ調査に関してもね、まあ、1987年から行われていて正式にはね2001年から2005年までモニタリング調査が第一期として行われていて、うん、その後はね、まあ、2009年から2012年まで須田慎一氏と清志拓也氏がトンボ調査して皇居、まあのトンボ類として論文とかも発表したわけですねまあ過去にねで、まあ、その2021年9月から公共の 生物調査第3期を、ね、開始してから、うん、2025年までの調査を実施と、ねまあ、発表していて<ー>まあこの生物調査だから、ね、植物も動物とかも全て入ってるわけですねう、まあ、今ちょうど調査中になるんですねそ,したらそうですねだからまあその中でね、まあ、このトンボ調査だけ、ね、終わったってことで、まあ、こ今回、ね、<laughs> 発表したんですよねはいはいまあこの調査を、ね、開始したのがまあ9月ってことで久々の、ねまあ、誕生日から開始したわけですねおお偶然ですかね まあ一応は九月二日なんで、ぴったりじゃないんだけども、まあ四日前から始まったわけですね。なるほどね。他の都市のね、まあ、調査開始時期とか見ると、まあ春頃から、まあ開始からね、多いわけですね。あ,あ、そうですか。まあこの辺がまあ久々のためっていうのが、わかりやすいですけども。うん。それで、まあ、この国際昆虫会議ってね、大舞台で、まあ、すごい、まあこじんまりしたトンボだけの発表するわけですね。確かに。ちょっと、まあ、これがおかしいし、うん、まあ、この国際昆虫会議でトンボに限定してね。 発表ってことでそれもね、まあ、どうかなってのもあるし、はい、1996年ぐらいから、まあ、調査しているトンボに、ね、関する調査結果をまあ発表するんでしょうけどねまあ久しさまが生まれる前からの調査ですもんねこれはまあそうですねだから久しさまに関しては2021年からしか関わってないと思うんであ<ー>まあ限定的ですねごく最近のね だかからまあ2番目になるのも、ね、なんかおかしいんですけどねはい、はい、<laughs> まあ第2期とかが、ね、2009年から2013年だったら久子さまはまだ小学生にもなってないんで、まあ、いそこになんか名前書いてませんからね一応まあその論文に関してはまあ発表されててを志拓やしと須田慎一氏の二人がやりましたと、ね、発表しますからね、うん、そういうことですねだから最近のい久子さまに関しては関わってないということなんで、うん、久子さまに関しては2021年からまあやってることなんですよ、ね、はいはね、い、さらにこの英語に関してはね 最近まあやだと、ねまあ、記事が出てきますけども、うん、やはりまあこの6月の6000ブルーク子たちと通訳を解説さずに食事、ね、されたことで、まあ、英語力が証明されたみたいな感じで書いてるわけですねいい全く映像もないし世間に証明はされてないんですけどねそうなんかまあこれがまあ英語の実績とかにしたいんですよね試験実績ではないんだけども会話したはずだっていう実績が、ねまあ、評価されてるんでしょうね <laughs> 会話したはずってなんか予想みたいなのが実績になりますかね。 <laughs> そう、まあ、だからこの辺はまあその記事として書かれてるわけだから、間違いないって感じでね、<ー>実績にするんでしょうけども、こういったまあ実績に関しては、特記すべき活動記録になるだろうということでね、学校からなんか帰ってきて、急遽キ紀子様が久さまを誘ったみたいな感じなかったでしたっけそう、まあこれに関してはそうですね、6000万円これも英語の実績になるわと思って、紀子さを誘ってたんでですかねね <laughs> まあそそうううういことしょなんですかね。 その前おっただけでね、うん、何を話したのかも出てこないですからね。ね。でまあこの登壇に関してはね、まあこの募集する予考まあ8割クリアってことで、はい。他の高校生と比べても抜きに出てるってことでね。うん。だからまあこれでまあその落差ちゃうかってことで、あとまあこの共通テストの8割以上の点数を突破するだけでもですね。この共通テストの8割以上の点数を実力で取らないといけないですもんねでも。まあこれは実力ですね。おん、ここが結構ハードルと感じちゃいます。 これ一番まあハードル高いですね,ね<え> <laughs> 普通にこれだけ取れたらまあ一般入試でも取るわけですねはいはいはいどうすんのやろう一般入試でも取るけども、まあ、この学部を限定したいからそういう形で推薦でいくわけですねああなるほどねだ余計にここがね、まあ、めちゃめちゃハードルが高いんだけども、うん、まあここさえ乗り切れば被写者様が不合格になる理由は見つからないということでお<ー>だからまあ合格からほぼまあ確実って感じで紹介したわけですねほぼ確実ですか <laughs> ただまあこれがまあこの教育関係者の言葉ですねはい で、まあ、この教育関係者なんで、例えばこの幼稚園の先生でも教育関係者ですね。あ、まあ、そうですね。で、まあ、このその3歳のお子さんでもね。まあ、その子供ってことだから、まあ、教育関係者のまあ、教育者の関係者ですね。あ、<laughs> その先生の子供子供もだから教育関係者になりますね。ま、うん、遠いけど <laughs> そうですね。まあ、遠いっていうか、その先生は教育者ですからね。はい、はいはい。 教育者の関係者だから子供は教育関係者ですね、もろにね。な,なるほどね。まあ第一次関係者というかね。うん。でも、まあ、それ、ねまあこの3歳の子供もが久様にね、まあ、楽勝という形で、東京大学に、ね、楽勝という感じで言ってる可能性もあるわけですね。<laughs> まあよくわからんのにね。そう。で、また当然それもね、まあ、教育関係者ですからね。うん。 まあかこのね、東京大学農学部の合格枠に関しては、まあ、10名程度で12月頭の書類選考に、まあ、合格すると面接が、ね、あってはい、はい、翌年1月に共通テストがあるわけですね。この10名に関しても、ね、なんか怪しいんですけどね、まあ、一応まあこの10名あるんだけども、うん、10名といってもね、この学部の中にいろいろとまあ学科があって、はい、まあその学科ごとにまあ1名ずつ募、ね、集とかそういう形なんで、お<ー>まあ実際は1名かゼロって感じですね、施設様が目指してんですね。 そう一人しか受からないかとかね 1>,、うん、まあ1人かゼロですねそういうところなんで、まあ、そもそもかなりまあハードルが高いんだけども、ね、まあ一応まあ書き方としてはね10名以上募集みたいな感じで書いてるんで<ー>あ、まあ、楽勝でいけるのかなみたいな感じでそういう書き方なわけですねあちょっと何人か受かりそうな感じが書ってるとそうですね<ー>実際にはまあ1かゼロなんですけどねはあロもあるんですね まあ多いというかね、うん、まあ元々なんか全体で100年しか取らなくてその中でも66人とかねありましたからねああ確かに確かにただまあこの辺がね夏休みとかに公務があるってことは、うん、共通テストもね楽勝やからまあ、そういう形でいくんかなってこと思いますねなんかこうテストで点取れる不正とか用意してるんですかね実力って結構どうなんて感じですけどねさっさまやったらまあこの,辺のテストがねどういう形で乗り切ろうとしてるのかまあよくわかんないですけども謎ですよね うんまあ、どういう形でねやってるのかよかったらまあコメントもね終わると嬉しいですね是非コメントくださいあとチャンネル登録もねお願いしますよろしくお願いします